はい、今日はアパートの近くにありますレストラン&バーインディゴさんに行ってきました。はい、手書きメニューですね。この中からはこの前菜の3種盛り合わせを注文しました。はい、ドリンクメニュービールのコーナーですね。海外ビールが多いですね、ここは。まあ、お、ビアカクテルですね。まあでも最初は普通にビールですね。はい、というわけでカールスバーグの生をもらいました。海外ビールのね、生ビールってそんなにね出会わないので、やっぱりあったら飲んじゃいますね。飲酒は20歳を過ぎてから。はい、今日もちびちび飲んでますね。はい、ウイスキーのメニューですね。まあさすがレストラン&バーというだけあって、お酒の種類は多いですね。酒&焼酎。はい、カクテルも多いですね。ジン、ウォッカ、ラム、テキーラ。リキュールはこれは種類じゃなくてブランドで書いてあるのかな、種類というかね、そんな感じですね。はい、嫁ちゃんにめくってもらってますね。なんかすごくね、あの開きにくいメニューで、自分で撮影しながらカメラ持ちながらではね、ちょっとすぐね閉まっちゃうんでね、ちょっと奥ちゃまにね開いといてもらいましたね。ワインのコーナーですね、これは。まあ普通にね、あのレストランというだけあってお肉や脂っこいメニューが多いんで、まあ、ワイン合うんだろうなと思いましたね。ソフトドリンク、ノンアルコールカクテルかな、これ。今ね、いろんなシロップが出てるから、ノンアルコールカクテルなんてね、いろいろ作れますよね。はい、ソフトドリンク。これはね、スパークリングウォーター。ペリエはうまいね。ペリエはうまい。こんなバカ舌の僕でもね、ペリエで作ったハイボールはうまかったね。本当に。コーヒー&ティー。まだ食べ物に行かないですね。飲み物が多い。はい、デザート。ケーキもいいですよね。でもね、ここお昼やってないんですよね。はい、ようやく前菜ですわ。はい、バーニャカウダ。オリーブ盛り合わせ。はい、サラダ。サラダですね。ここからはこの昆布サラダをもらいましたね。まあとにかくね、メニューの名前が長い。はい、アヒージョですね。アヒージョ大好きですね。この前の近江町市場でも食べてましたね。パンがついてくるんですね。ブレッド付き。はい、コートレット、カツレツをなんかかっこよく言ったような感じですよね。かっこよくって失礼ですね。まあとにかくおしゃれなお店なんですね。はい、パスタ。パスタはね、迷ったんですけど、この日は食べなかったですね。はい、ミート、ね。お肉もね、どうしようか迷ったんですけどね、量が分かんなかったんでね、とりあえずコートレットで逃げましたね。はい、これその他メニュー。ピザとかですね。あとはグリルとか、フィッシュ&チップス、かっこいいですね。パブっぽいですね。はい、またデザート出てきましたね。ケーキのね、ショーケースがあるんですよ、このお店。カウンター、バーカウンターもあってね、かっこいいんですよね。はい、というわけで店内撮影でございますよ。ね、天井が高い。倉庫を改築したような感じですね。僕の大好きなこの天井プロペラですね。これがついてる店はシャレオツだ。階段があるっていうことは2階席もあるんですね。モニターがあるっていうことはワールドカップの時は盛り上がったのかな、パブリックビューイングで盛り上がったのかな。サッカーやラグビーはね、ここで見れるのかもしれませんね。シャレオツ。バカ豚かっこいい。あそこで飲みたかった。はい、若鶏&アボカドと、数種野菜の昆布サラダ。長い長い、噛んじゃうね。はい、このね、大根の葉っぱみたいなのもね、うめえんだな。大根の葉っぱじゃないけどね。この大根の葉っぱか大葉かわかんないけど、このでっかい葉っぱもうめえんだ。
数種野菜と言ってるだけであってね、やっぱり野菜は多いよ。はい、前菜の3種盛り合わせきましたよ。はい、カマンベールのとろけるアヒージョも来ました。おもう立て続けに来たね。はい、煮込みポークバラ肉の柔らかコートレットも来ました。はい、というわけでアヒージョからいきますね。もうとろけてますね。まあそりゃそうだよな。チーズをこの高温に突っ込めばそれは溶けるよ。溶けますぜ。でまたね、このアヒージョの塩分と合ってるんですよ。はい、プチトマトもね美味しかった。もう目にも鮮やかプチトマト。おお溶けてるね。溶けてるよ。パンに乗っけなくていいのか。せっかくお前パンついてきてるのにさ。直に食ってるよ。後で嫁ちゃんにね言われるんだよ、パンに乗っければって。あ、今度は前菜3種盛りに手をつけたぞ。お、これはキッシュだね。卵焼きみたいなやつですねこれ。お、嫁ちゃんもとうとう食べるぞ。とろけてるね、滴ってるね。お、前菜いったぞ。今度は何いくんだ。あ、これパンにねチーズかなんか乗ってですかなこれ。よくわかんねえけどな。まあとにかくおしゃれなお店だ。お、またキッシュか。それはキッシュっぽいなそれも。お、今度はなんだ。あ、今度はカマンベールにブルーベリーソースのせか。あ、今度コートレット行くのかな。ザク、折れるぐらい柔らかいね。豚肉がここまで柔らかくなってるなんてね。まあそうだね。お、またアヒージョ行ったぞ。お、今度はとうとうパンを突っ込むのか。パンを突っ込むんだな。あ、だからこの時にカマンベール、そう嫁ちゃんがやってるようにさ、最初から乗っけて食べれば美味しかったのに。まあまあうまいけどね、このオイルサーディンとかさ、このオリーブオイルのこの最後に突っ込むのはうまいよね。これはやっぱパン欲しくなるよ。この後足りなくてねおかわりしたんだけどね。いやもういいんじゃねえか。もういいよ。もうお前アヒージョ飽きたぞお前。そろそろアヒージョいいだろもう。というわけで、おかわりドリンクだね。レッドアイとジントニック。ジントニックはもう嫁ちゃんのやつだな。もう最近どこでもジントニック飲んじゃうからな嫁ちゃんは。レッドアイなんかね珍しいもの頼んじゃって、この日はね秘密探偵はね朝飲んじゃってね、ちょっと二日酔いだったんだな。でこの日の予定がね丸狂いしたんだよ。で結局近所で飲もうかってなってね、歩いてこれるこのインディゴさんに来たんだけどね。まあでも結果良かったよ。こういうおしゃれな店で飲むことも最近ない。おっとこれはねだってるぞ、嫁ちゃんのジントニック飲ませろって。これねストローかマドラーか分かんないんだけどね、棒混ぜ混ぜ棒がついてんだ。うまそうに飲んでるな。かっこいいわ。はい、かっちょいいね。よいしょ、素敵な店。エンディング。はい、レストラン&バーインディゴさんでしたね。結構ねアパートの近所にあるんでね、歩いて来れる感じだったんで、気にもなっていたんで来てみました。はい、今日は久しぶりにおしゃれな店で飲んでみました。はい、じゃあ次またどこ行こうかな。はい、それではまた。